ただいまよりシニアマックス決勝暫定表彰を行います。それではご登壇いただきましょう。見事優勝です。最後チャンスをものにしました、カーナンバー37番ルーチェモータースポーツ山内美優選手、おめでとうございます。続いて第2位です、カーナンバー4番ドラゴコルセ高口大輔選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー5番ピーターパントレンタクアトロヒーローズ遠藤翔吾選手、おめでとうございます。ご登壇ください。では3選手にはシャンパンファイトをお楽しみいただきます。高口選手は今日限りということですので、はい、後のお二方遠慮なくといったところですが、さあどうでしょうか、金具取ってくださいね。遠藤選手いいですか、大丈夫ですか。はい、それでは思いっきりシャンパンファイトどうぞ。あ、綺麗なシャンパンファイトです。どうぞ大きな拍手を送りください。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。それでは賞金の授与でございます。見事優勝山内選手にはフェシカサーキット水波より賞金3万円が贈られます。はい、おめでとうございます。第2位高口選手と第3位遠藤選手には賞金1万円が贈られます。その他ロータックスのバックパックやチェーンオイルなどが贈られてまいります。続いてトリプル K 賞です。優勝山内選手にトリプル K アワードが贈られます。はい、おめでとうございます。ではこの状態で記念撮影です。まず前の方をご覧になってください。ルーチェの仲間がたくさん前に陣取って拍手を送っております。はい、よろしいでしょうか。それでは続きまして青少のトロフィーの授与です。ボード足元へ置いてください。はい、トップ山内選手、第2位高口選手ちょっと悔しそうです。第3位遠藤選手にトロフィーが贈られてまいります。それではお話を伺いましょう。開幕戦第2戦ではちょっと苦しみました。見事優勝山内美優選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今回もかなり厳しかったと思いますが、いや、シンプルにここまでできると思ってなかったんで嬉しいです、終盤になって、トップ6のバトル終盤になってトップ6のバトルがかなり激しくなりましたけれども、ちょっと入りづらいですねマイクがね、なりましたけれども、あのチャンスをよく見てましたね。そうですね、一本本当に一台ずつ前行けるように、まあ、本当に頭使って頑張りました。前で2台が5コーナーのブレーキングをした時はどんな感じでしたか。いや、本当に、いや、もう単純にラッキーだなと思って、まあ、しかもあと2周あると思ってたんで、もう1周守らなきゃと思ってたんですけど、まあ、気づいたらチェッカーだったんで本当に嬉しかったです。最後そんなんやったんですね。今シーズンはマックスフル参戦ということですが。そうですね、本当に難しいレースですけど、また次戦も、まあ、難しい戦いにはなると思うんですけど頑張りたいと思います。はい、山内美優選手でした。おめでとうございました。それでは最後もう一度記念撮影を行います。真ん中の段にお上がりください。はい、明日はどんな戦いになるんでしょうか。見事優勝は復帰3戦目で優勝です、山内美優選手。そして第2位は今年遠藤翔吾に土をつけている高口大輔選手、そして第3位ランキングトップです遠藤翔吾選手でした。以上3選手おめでとうございました。